バイデン米大統領は国内の重要なサプライチェーン、供給網の見直しを義務付ける大統領令の発出を計画している。新型コロナウイルス対策に必要な製品やその他の重要な技術、原材料などの供給確保が狙い。関係者4人が述べた。政府の請負業者と民間企業の双方が対象。米製造業者が国内で必要とされる物資を確実に供給し、海外からの輸入が必要な物資に対する需要がより安全かつ持続可能な方法で満たされるようにするために100日間の見直しを義務付ける。その後の1年間で一部行政機関による追加の見直しや措置が実施されるという。政府当局者によると、今回の大統領令は数週間以内に出される見込み。